ユルゲン・メレマン臨時党大会でのゲンシャーとメレマン、ユルゲン・ビルヘルム・メレマンは、ドイツの政治家。ヘルムート・コール内閣で、教育科学省、経済省、副首相を歴任した。アウクスブルク出身。ライン川下流のノルトベスト・ファーレン州アッテルドルンで、育つ。1965年アビトゥアを取得。平気で、ドイツ連邦軍に入営し、空挺部隊に所属。 予備役士官になる。兵役を終えた後、1966年ミュンスター、教育大学で、ドイツ文学、歴史学、スポーツ学を学ぶ。1971年に小学校、及び中学校の教員資格を取得。1978年にフリックコンセルンに勤務。1993年からは、自らの貿易コンサルタント会社を経営している。 これに先立ち、1962年に、キリスト教民主同盟に入党していたが、1969年、伊藤。翌1970年自由民主党に入党する。1972年ドイツ連邦議会選挙に地元、ノルトラインベストファーレン州で出馬して初当選し、2000年まで議席を維持。1975年に、 党のノルトベストファーレン州代表委員の一員となる。1981年、FDP 連邦幹事会入り。1982年には、州の党副代表。翌1983年には、州代表に就任。1982年10月、連邦政府での CDFDP 連立による、ヘルムトコール政権の成立に伴い、 FDP の先輩にあたる、ハンス・ディートリー・ヒゲンシャー外相により、外務政務次官に任命される。1987年の連邦議会選挙後、第3次、コール政権に教育、研究賞として初入閣。続く1990年の連邦議会選挙後に第4次、コール政権に、経済賞として入閣。1992年に、 ゲンシャーが引退すると、その公認として5月18日に、連邦副首相に任命された。しかし、義理の兄弟のビジネスに、経済省の公式ブートや便箋を使わせたとして、職権乱用の攻めを受け、1993年1月21日に、副首相と経済省を辞職した。副首相の地位は、同じ FDP のクラウス・キンケル外相が引き継いだ。 同じく1993年、入党わずか2年のキンケルが FDP 党首に就任すると、党の子さんとして、キンケルを公然と批判した。しかし党内に同調者が少なく、翌1994年には、州の党幹事会が全員辞任して、メレマンに辞任を促し、やむを得ず党の州代表を辞任した。しかしそのキンケルも、党勢交代の攻めを追って、 翌年当首を退いたため、1996年に、州代表に復帰。2000年の衆議会選挙では、自身も出馬した彼の選挙戦式のもと、議席ゼロ状態から、得票率9.8%の好成績で議席を回復する成功を収め、高く評価された。この項により2001年5月には、FDP 副党首に就任。 ユルゲン・メレマンその頃、イスラエルとパレスチナの紛争が激化して、世間の関心が高くなっており、パレスチナへの同情が強いことを見て取った。メレマンは、2002年の連邦議会選挙を前にして、イスラエルを非難にし、ドイツ外交を軌道修正させるキャンペーンを張った。自爆テロを行う、パレスチナ人への理解を表明するのみならず、イスラエルは、パレスチナ人に対する、 殲滅戦を行っている。シオニズムのロビーストが正当な議論を封じていると発言して緑の塔を追われたジャマルカルスリを塔に迎え入れる。メレーマンはさらに選挙戦中にイスラエル首相アリエル・シャロンナを批判するリーフレットを配布した。ホロコーストの過去を背負うドイツにとって極めて微妙な問題での彼のこうしたナイーブな姿勢は ハンセム主義的であるとしてメディアや各党に激しく批判された。この選挙でメレマン自身は連邦議会への復帰を果たしたがマスコミ受けを狙った派手な選挙活動の割に FDP の票は伸びず責任を取って副党首を辞任した。党内でもメレマンのハンセム主義についての論争が激化して党が割れんばかりになったが結局党は メレマンが配ったリーフレットは、党の公式見解ではないと引けしに薬期になった。選挙後になって、選挙戦中にメレマンが配布させたイスラエルを批判するリーフレットが不正な資金で作成されたことが発覚。メレマンに同調する者は、ほとんどいなくなった。2003年に入ると党は、メレマンに対して圧力をかけ、除名さえもちらつかせたので、 除名という事態を避けたいメレマンは3月に33年間、属した党を自ら離党した。メレマンは落下産兵として過ごした、兵器以来、パラシュート降下を趣味としており、ミューンスター市のクラブ会長もしていた。2003年6月5日、彼はいつものように飛行場に赴き、降下のため飛行機に乗る。いつもは降下中に仲間たちと手を繋いで、 星型のフォーメーションを作るので、仲間たちがそのことを確認すると、彼は、今日は一人で星を作ると断った。飛行機から飛び降りた、彼からやがてパラシュートが外れ、緊急用の予備パラシュートも、なぜか開かず、彼は地面に叩きつけられて、全身を強く打ち即死した。事故と自殺の両面で操作されたが、あまりに異様な死に方に暴殺説さえ囁かれた。 同年7月9日の検察の発表では、彼の死が外部者の工作によるものではないと結論付けられたものの事故か自殺かは結局明らかにされなかった。2007年には死の直前の彼を撮影したアマチュアカメラマンによるビデオがマスコミに公開されたが、新事実は出てこなかった。一方彼の死の30分前、連邦議会は 彼の議員不逮補特権を停止する決定を下していた。後に明らかにされたことだが、彼の経営する会社には、リヒテンシュタインやモナコでのマネーロンダリングを利用した、脱税、そして中東諸国との不正な武器取引の疑惑がかけられており、死直の手が伸びようとしていたのである。彼の死により刑事裁判は中止され、後に彼の会社は倒産した。私生活では、 ミュンスター市議会議員を務めるカローラ夫人との間に女を前妻との間にかずめを設けた。政治経歴以外には1981年から断続的にドイツアラブ協会の会長を、また1998年からはサッカークラブシャルケレイオンの監査役を務めていた。ありがとうございます。